全然日焼けじゃないけど。ありがとうございます。聞こえない？嘘嘘や、音声がなんで、なん、嘘、なんで、ちょっと待って、絶対小さい、でかい。ダメだ。ダメだ。調子悪シング？調子悪シング、悪シング。壊して何にもしてないよ。触ってないもんだった私。ちょっと反対にしよう。はい、ちょっと待ってください。ちょっと待って。はい、こんにちは、聞こえますか、みんな聞こえますか、聞こえる、こんばんは。聞こえない。おこおこ、聞こえた？どういうこっちゃ？怒る。イヤホンない方がいいかも。手話で配信して。手話で。イヤホンなしと、ダメです。諦めましょう。皆さん諦めましょう。こんばんは。はい、始めましょう。さようなら、さようならも諦めましょう。はい、そういうね、そういうちょっとことは諦めましょう。せっかくイヤホンを買ってきたのに、このイヤホンを使って一週間。怒りましたが諦めましょう。はい。諦めるな。諦めてる。くじける。くじけました。今たった今くじけたところです。たった今くじけた大葉花です。指導投稿チェ100個突破。今大丈夫。イヤホンしないとね。音がね悪くなっちゃうの。多分ダメなんだよ。ダメなんですよ。ダメだよ。もう、いや、マイク問題はもう忘れよ。やめよ。やめましょう。くじけたら聞こえるようになった。くじける。二
人間くじけることも大事だね。そういうことだね。聞こえなくなった。諦めよう、諦めよう。メンバーの振り袖ありがとう。音がごめんなさい。ごめんなさい、ごめんね、ごめんなさいね、ね、ごめんね。その携帯がきっとダメなんだよ、ごめんね。快適な時間を短かった。そうだね、心で聞こう。皆さん、私が何かを喋ってる時、ダメなやつだ、ダメなやつ、ダメなやつ。諦めよう。そんなことは置いときまして、皆さんこんばんは。何度目かのこんばんは。大事なのは心だ。そうだ、今から外走ってくる。私はエールを頑張れ。悟りを開いてる人見たいのに、まぶたが閉じてく。寝よう。心で聞く、試される、試してます。ブログにコメントしてくれない、ぜひ。賢そう、実は賢い。じゃあいけんなっちゃった。おめでとう。聞くんじゃない、感じろ、感じて。何度目かのこんばんは、こんばんは。今日はね、代々木アニメーション学院さんの入学式だったので、そちらの入学式の方でね、のお祝いのライブを、記念ライブをね、させていただきました。ありがとうございます。お邪魔させていただきました。ありがとうございます。新入生の皆さん、すごい入学式ってすごいきちっと決めてるじゃないですか。その厳粛な雰囲気に圧倒されながら、ありがとうございます。入学式ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。それ知ってれば今に入学したのに、絶対入学してじゃあ。俺も入学したかった。入学式のイコラブちゃん、ララララ、最高。イコラブちゃん、イコラブちゃんが賛成させていただきました。皆さん、音声は諦めましょう。テロップに音声は諦めましょう。音声にくじきま、音声にくじきました。はい、はい。音声にくじけた後ね、音声が、音声のコメントはさらにくじけます。イヤホンマイクなくしてないです。はい、スタート。今日はね、ニコールラブとスタート。昨日も松本梨香さんのね、ライブというかイベントに私たち参加させていただいたんですけれども、そこで振り袖をさせていただきました。その振り袖まとめ記事をね、花丸テレビに先ほど投稿したので、ぜひ皆さんぜひ読んでください。さんと会いましたか？会いました。ご挨拶だけさせていただきました。よし、音声にくじけたんです。音声にくじけました。緑の振り袖めっちゃ似合ってた。ありがとうございます。ありがとう、嬉しいです。あらちゃん、まさらともさよならバイバイしました。さよならバイバイしてね。あんこはつぶあん派ですか？あのね、たい焼きってさ、たい焼きってこしあんって見たことありますか？たい焼きってこしあん見たことある？私見たことない。あるかな？もうなんかさっきね、気になってネットで調べたら出てきたんだけど、あんま見たことない。なんかたい焼き屋さんとか、なんてあんま売ってるとこ見たことない。知ってる？こ
シア派めちゃめちゃ多かったんですよ、私が最近つぶあんってね、ツイートしたらコシアン、たい焼き、コシアンって、コシアンのたい焼きって売ってるの？だ、売ってるとこあんま見たことない、ないんですよね。どうですか？コシアン派、でも私も普通のあんこはコシアン派なんですけど、たい焼き、たい焼きあんま見たことないなって思って、あるはず、あるのかな、あんま見たことない。なんかこの間もたい焼き屋さんでつぶあんかカスタードしかなかったから、あんま見たことないなって思って、うん、つぶあん派、たい焼き頭からかじる派ですか、尻尾からですか。私は適当、うん、真ん中ぐらい、真ん中ぐらいから食べ、豆の味が苦手、確かにつばんだとね、豆の味するもんね、うん、なぜだろういつもと景色が違った、なぜだか、わ、カスタードはどう、カスタードあんまり食べたことない、今川焼きとかカスタードある、うん、そういうものは結構大体、大体あんこを食べちゃいます。つぶあん、つぶあんとこしあんってどっちもでも似たようなものじゃない、ちょっと違うんですよ、ちょっと違う赤飯が好き、赤飯は白あんもある、あ、白あんはこしあん、こしあんの類に入りますよね、うん、今川焼きもこしあんってあんまり見たことないかも。今川焼きは、今川焼きのこと皆さんなんて言いますか、私ブログには今川焼きって書いたんですけど、あ、違う、大判焼きって書いたんですけど、実際のところ今川焼きっていう人です。うんうん、デニッシュ風のやつあれかな、羽つきたい焼き、羽つきたい、デニッシュ風、あ、デニッシュ風もあるのか、食べたことないか、あるか、わからない、洋菓子より洋菓子カレー、こしあん嫌いなんや、昨日スタートでいつもよりはっちゃけてなかった、はっちゃけてました、元気でした、よかったやったね、うん、あんや大丈夫だった、今日は元気でしたよ、大丈夫、大丈夫、大丈夫とか言っちゃった、大丈夫ですよ、アンナちゃんのコラボ試験、皆さん昨日受けましたか、受けた人、私はめちゃめちゃ受けました、アンナのショールームにめちゃめちゃコメントしてました大判焼き、回転焼き、回転焼きっていうの、初めて、初知り、今が焼き派、大判焼き、回転焼き、大判焼き、大判焼き、大判焼き、今が焼き、回転焼き、回転焼きって初めて聞いた、うんうん、知り、屋台とかの庶民派のお菓子は粒あん、確かに粒あん屋台とか、音声ダメなの、なんかね、イヤホンさせてもね、ダメな、ダメダメらしい、ダメダメ、そうだからくじけましたようかんとかこしあん、そりゃそうか関西では回転焼きやねん、せやねん、そやな、そうなの、大判焼きをカーリングの県、県、北県、北では、カンタロウと言います、かわいい、あ、栗子なんとか、わかる、わかります、わかります、うん、みたらし団子、
急にめちゃめちゃ離れた。ダメ、何も喋れない今日。ブログ、ブログにコメントしてありがとうございます。孫悟空か、孫悟空ではありません。60点。アイス、たい焼きの中にアイス。すごそう。77.5点。53点。メガネハナちゃんだ。メガネハナちゃんです。桜餅は横長ですか丸いのですか。つぶつぶ丸い丸い派です。桜餅。社会人になったし、お祝いしてハナちゃん、おめでとう、おめでとう。社会人、今日から入学式とか、新社会人の方とか人多いと思うんですよね。見てる、見たところによると。だから皆さん、携帯変えたら。音声が不安定。くじけてる。今くじけてる。くじけてる。同じ気持ち。悲しい。うん、ダメな。悲しい、くじけてる。大葉がいっちゃん、大葉だよ。そりゃそう。くじけてる。くじけてる。頑張って喋ってます。くじけ。くじけてます、ね。くじけてる。死ぬでしか使ってない。ハナマルドにも使ってね。77.5点。違うの。イヤホンがダメなの。もうすべてがダメ。今くじけてる。くじけてるしかやらない配信になっちゃう。ショコも瞳も85点。私は87点。5点だったんですよ。高くないですか。地味に高い。地味に高いので。よかった。いや、もしなんか半分ぐらいしか取れなかったら、メンバーとしてどうなのかなってちょっと思ってたので、そこはなんとか免れて、まあ、満点にはいかなかったんですけど、頑張りました、私なりに。でもな、めちゃめちゃさ、難しくて、問題がなんかマニアックな問題が多くて、フルグラ、前で話してたフルグラの話、なんかイコールラブとフルグラはどう関係してるかみたいな問題がね、出て全然分かんなかったの。フルグラ、フルグラとウィダーインゼリーがどう関係してるかっていう問題で、こういう顔になって、で、アンナがすごいヒント出してくれたから、で、それで、あ、合宿だって分かります。うん、メガネ白く、どのくらい、どのくらい、4、度数は分かる。4点なんと4点なん。全然分かってなかった。あと分かんなかった問題、私が分かんなかったのが、オーディションの時に呼ばれた、一番最初に呼ばれた人と一番最後に呼ばれた人っていう合格発表で、で、呼ばれた人は誰っていうクイズが、一番最初は人見って分かったんですけど、最後の思い出せなくて、アンナって書いちゃったんですよね。リサでした。違かった。あとはメンバーの誕生日の日付を12人と指原さんの日付、誕生日の日付を足した数は、もう当てずっぽうで書いたので違いましたね。あとアンナとルミヤの地元で着た着物、振り袖の答えよっていうクイズで、で、ミリニャは黄緑っていうのすごい覚えてたんで、書いかけて、アンナが一番最初に、あ、赤だった気がするなって思って、赤って書いたんですけど、そのコメントね、アンナのショールームで流れてるコメントを見てたら、この色何色かわからないっていうコメントがあって、
って思って、もし赤だったら赤ってわかるはずだよなって思って不安になって赤かピンクか白って書いちゃいました。でも赤だったからオッケー、丸、花丸つけときました。オールオッケー、タワー、タワーが当たってる、ありがとうございます、ありがとうございます。誰だろう、ゆうたん、こないだも投げてくれてありがとうございます、ありがとうございます、ゆうたん、ありがとう、ありがとうございます、感謝、カンニング、カンニングはしてない、カンニングはしてないよだってコメントはさ、だってみんなも見てたじゃない、きっとみんなもコメントは見てると思うの、だからコメントはコメントで流れてくるものはしょうがない、しょうがないことにしよう、ウィンウィン、ウィンウィンな関係でいいよ、そこはねだからまあそこはね、ちょっと多めに見てください、はい、だって答えは見てないもん、だってアンナのそのツイッターとか確認しに行ったわけじゃないし、だからいい、いいですだからいいんです、はい、あとはあとなんだろう、分かんないけど、でもそのくらいじゃない、多分間違えたのきっと、そんな気がする、3問ぐらい、3問ぐらい間違えた気がする、そんな気がしてる、でも意外と意外と合ってってよかった、結構覚えてるもんですよね皆さんもこれからぜひ、ね、もっとイコラボのこと知っていただけたら幸いです。私も今度なんかブログとかにクイズじゃないけどイコラボ紹介ブログみたいな書こうかな、メンバーまとめブログ的な、なんかファンの方がまとめブログ的なのをね書いてるの何個か見たことがあるので、ちょっと私も私視点からのメンバーまとめブログいいんじゃないいいんじゃないですか、これは音がごめんよ、ごめんね、ごめんね、ごめんね、音が音声迷子の仕組みを知りたい、私も同じ、今日からニートです、応援してください、頑張って働こうくじけて人は成長するんです、そうですね、イヤホン、もう一回イヤホンさせてみよう、そうしよう、このだって昨日はさ調子良かったじゃないですか、そんなさここに24時間眠らせておいただけでそんなイヤホンが不調になることなんてないと思うんですよ、きっと、はい、ぐさ、なんだろうね、何がダメなんだろう、こんばんは、聞こえますか、聞こえますか、限界電池はある、電池はある、安物だから聞こえ小さくなって、なんでだ、ここに説明書書いてあるんだ、音楽再生、通話だね、これはきっと、うん、通話1回押すと通話オン、1回押すと通話オフ、こんばんは、こんばんは、おかしい、諦めよう、マイク生きてない、マイク、ノーノーノー、遠い、なんでしょう、
ってないのに。この間買ったばっかりじゃないか。保証書みたいなの入ってる。あ、これ保証書じゃないかな。あ、保証、保証書。保証。じゃ、故障ないよ、故障ないよ。故障ないよ。本書は。本書規定内容で無料修理を行うことの約束するもの。お買い上げ日から6ヶ月以内に故障が発生した場合はお買い上げの販売店またはアクセスに修理をお申し付けください。お申し付けはしない、しないかな、多分しません。お申し付けはしません。そうね、今度はちゃんとしたのを買おう。ちゃんとしたのを買って、ちゃんとしたショールームを配信しよう。多分、ね、壊れてないんだよ。壊れてないの。絶対に壊れてはいないと思うの、私は。だって壊れてないもん。なんでだ？絶対、絶対使えるはずなんだよ、これ。絶対に使えると思うの。だってそんな壊れるはずないもん。100円じゃない。マイクのはちゃんとしたマイクのはずなんですけどね。そう、壊れてないと思うんですよ。ちょっと切れ気味。ちょっと切れ気味。電波はね大丈夫なんだよね。話し合おう、そう話し合いましょう。純正のやつ、そう純正のやつあるかなって思って、純正のやつ買えばいいの。純正にするか。マイクじゃない、マイクじゃない、原因はマイクじゃない。私私かな。誰かに iPhone の借りて見れば選択肢の本当。絶対に、絶対は絶対にない。確かに。面白がられてる。高いの行くね。脱線して、断線してる。うんうん、再起動？本体の問題？本体の問題かな。なぜ？おかしな問題だ。私の声がおかしい。私がおかしい。なぜ？なぜなのかしら。オラのイヤホン24,000円。いいの持ってる。自分で声大、自分でそんなね声大きくしたり小さく、私も一番最初なんか声が小さくなったり大きくなったりするよってコメントがすごい前の時にいっぱい来た時に、え、私が声大きくしたり小さくしてるしたりしてるのかなって思ってたの、本当に。でも違うっぽい。大きな声。はあ。イヤホンと携帯つなぐ変換ケーブルが断線しやすい。コードの技術と。そんな日もあるね。しょうがない。そう思う。みんなそう思う。なんだっけ。泣かないで、アナちゃん泣かないよ。お団子ヘア。お団子。即席。即席すぎる。iPad Pro。携帯がダメなんだよ。買いたいね。私は今 iPhone7 なんですけど、 iPhone8 か何かに買いたいです。カメラの画質がいいの、いいな。パラパララパラ
ラララ、こんばんは、こんばんは。イヤホン。純正のにします。純正のはそんなに高くもなく、程よく。いいものだと思っているので。純正です。純正を買うべき。アンドロイドなら美白配信できる。本当に信用するよ。純正やもん、単品で買うと高いよね。本当？でもそんな高いのかな。でもなんか調べたところなんか3000円とか。偽物かな。偽物なのかな。わかんないけど、まあいいや。友達勉強するよ。いや、明日になったらさ、イヤホン持って戻ってるかもしれないし。いろいろ試してみよう。そうしよう。誰か持ってないかな。私の家族で純正のイヤホン持ってる人いなそう。イヤホンすぐなくしちゃうんだよね。イヤホン処理するのに向いてないのでね。カメラも純正はお高い。カメラ関係も明日もう一回試そう。そうしよう。お風呂行ってきます。応援してください。応援してます。差し入れのたい焼きと一緒ですか。差し入れのたい焼きと一緒。分からん。違う気がする。イヤホン似てるのかも。イヤホン慰めましょう。気に入るかな。今の音声が安定しないから本体の問題。もともとは本体の問題なんですね。重たいのかな。写真の撮りすぎかな。多分写真の撮りすぎはあると思う。で、私の容量見たら、容量のバーみたいなの見たら 80% くらいが写真だった。写真フォルダもう今すごい iCloud 容量がいっぱいですって。張り切って今日も元気に行きましょう。写真で何ギガ使ってるの？わからないけどめちゃめちゃ使ってる。すごい使ってる。消さないからのもあるし、すごい連写するのもあるし、めちゃ使ってるね。確かに画像は安定してる。画質はモザイクになること。画質モザイクにならない代わりに質がね良くないって。悲しいね。名カメラマンの携帯を尊い。カメラマンのカメラに寿命が寿命がきそう。 iPhone の設定のとこでマイクオンになってないんじゃね。え、確認してみていい。確認してみて。こんにちは。帰ってきました。わかりませんでした。帰宅しました。こんにちは、こんばんは。こんばんは、こんばんは。再び現る。新しいアプリ入れた時にマイクが機能してしなくなることがある。そうなの？わからないけど。まあいいや。しょうがない。くじけたんだから。一度はくじけたからもう忘れよう。忘れられない。案件。1万7000万くらいで9ギガくらい。
私もなんか一時期3万枚ぐらい、3万枚もちょっと持ったかもしれないけど、2万近く写真があって、でこの間めちゃめちゃ消したら1万枚ぐらい消えて、今ちょうど1万枚ぐらいフォルダに入ってると思う。占い写真なんか半目とかブレてる写真とかもずっと撮ってあるから、その写真が結構多くて、消さないとどんどん溜めた、たた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 た溜まってっちゃうね。いやはやいやはや、そんなこんなで早めになんとかしよう。そうしよう。そうしたいところ。そうしたいところです。そうしたいところなんです。そうしたいところ。私もそうしたいところ。ライブ行こう。そうしよう。明日はどれで？明日はこれで。ああ。保存しよう。このフレンズ楽しみ。楽しみ。私もめちゃめちゃ楽しみ。すごい楽しみ。本当に楽しみなの。めちゃめちゃ楽しみ。アイアムハッピーエイブレ。楽しみなんですよ。だからちょっとね、お昼ぐらい。何でも見えるよ。エモノフレンズ。エモノフレンズ。卒業した方は大人の方も多いのかな。どっちも多いですね。高校入学の子もいるので、いろんな方がいます。高校、ヨアニは高校もあるんですよ。高校生もいるし、その高校じゃなくて普通の専門学校に入学される方もいらっしゃるので、結構いろんな年齢層の方がいらっしゃるのが、いらっしゃいましたね。僕の心も見えますか？見えるかな。でもすごかったんですよ。今日のね、ヨアニの入学式の話だろう。マイクの話はちょっと置いておきましょう。音声のことは本当に私今までで一番すごい華やかな入学式に遭遇しました。めちゃめちゃすごいですね。入学式って、こんな入学式あるんだ。なんかステージがなんかそもそもなんか貴族みたいな貴族みたいなステージで、なんかセットがめちゃめちゃ豪華で、なんか入学式が始まる前にかかってる音楽もなんかめちゃめちゃ高級感のある音が流れてて、すごい豪華な方々が登場するし、広いし、銀河劇場だし、いただきまして、恐縮でございます。ありがとうございます。4人の話聞きたい。4人入学すればよかった。
まだ間に合うまだ間に合うよきっと本当にすごい貴族みたいな宝塚みたいってめちゃめちゃ貴族イコール有料うん花丸学園に入学しよう花丸幼稚園っていう幼稚園がありますよねテロップの意味教えて音声が音声の調子が悪いんです貴族ステージで歌いましたそうセットが豪華貴族みたいなセットでしたつまりはすごかったんですそうなんです銀河劇場銀河劇場イコールたぶん でも私たちがイコールラブがステージで歌わせていただいたときに岩見さんの入学式だったからもちろんイコールラブの見たって方もねいらっしゃったと思うんですけどすごいにこやかにねありがたかったですありがとうございますね、入学式なのジェスチャーゲームジェスチャーゲームみたいそんな感じで今日はねつんくさんと池本さんにもお会いさせていただいたので。うちはペンライトはあると思う？あると思いますか？音声改善して花ちゃんが笑顔になってほしい。笑顔です。申し訳ない。申し訳ないです。なんかだってショールーム配信しててさ、音声悪い中さずっと見てくださってありがとうございます。なんかいつも。ご挨拶をされていてそれで呼びかけで藤原さんのビデオメッセージの呼びかけでイコラメちゃんがさっと行きましたピーノピーノ秋元さんややこしいたぶん言ってなかったので言うと花丸気分花丸気分のブログ私自分からブログ始めブログやりたいですって言ったんですよ結構文書くのが好きなのででそれで、ね、いいですよっての女の子だね出たのでブログタイトルどうしようかなって考えててでお母さんに相談したんですよ
ブログタイトル何がいいかなって。でそのメンバー指原さんにメンバーのことを取り上げてブログ書いてほしいなっていうことを言われたので、私がなんかプロデューサー的な目線で書けたらいいかなって思って、私のイコラブプロデューサー的な指原さんですけど、そのブログの中ではそのプロデューサー的な目線で書けたらいいなって思って、一番最初のブログタイトルが花丸 P 気分だったんですよ花丸 P 気分で、花丸 P 気分でね、のそのだから花丸プロデューサー、花丸が私がプロデューサー気分でブログを書きますよっていうことで、花丸 P 気分っていう題材にしようとしてたんですけど、ちょっといろいろありまして、花丸気分その P が抜けて花丸気分になったんですけど、でも花丸気分にしてすごい良かったなって思ってます。花丸マーケットは5本なかった、なかったなんだっけ、でも花丸気分、花丸 P 気分がすごい一番いいかなって思ってて、その時はでもそんな感じだな、多分花丸気分。放送禁止、放送禁止じゃない、禁止用語みたいなピッピーってことなんいいタイトルですよね。私もめちゃめちゃ気に入ってる。だから言いたくなっちゃう、もうすぐすぐツイッターに書きたくなっちゃう。ちゃんとし、本当すぐにツイッターに花丸気分、花丸気分ってね打ちたくなっちゃうからね。やめる。花丸気分ってねツイートしそう。してくださるのが嬉しいです。花丸気分、花丸気分面白いとか書いてくださるのがちょっと嬉しいですね次のイコラブ検定の問題に、いやアンナちゃん聞いてるかな有名店屋さんの目に留まりますように、花丸気気分で噂してる してません母ちゃんが自分のことを花丸っていうの好き、でも多分文章でしか言わないんですよね、自分のこと花丸っていう花丸、花丸も花丸も花丸気分ですあリプするとき花丸気分付け加えるね、長くしなくても大丈夫だよありがとう、よし今日ツイートしよう、大丈夫だよ、気が向いた時で大丈夫強制はしてないのでね花丸気分広めて、こう広めていきましょう皆さん。私メンバーが花丸気分更新、私が花丸気分更新した時にメンバーが引用リツイートしてくれるのがめちゃめちゃ嬉しくて、ありがとうって思いながら感謝してますめちゃめちゃ嬉しいんですよ、たったの引用リツイートだけでもめちゃめちゃ嬉しいの、本当にありがたい、ありがたいです、ありがたいですよ本当に、めちゃめちゃ
増える。考えるのが好き。そう、コメントもタイトルつけられるんですよね。そうそうそう、タイトルなしでもコメント投稿できるんですけど、ブログにもタイトルつけられるんですよね。そう、ブログ、下のブログ読むのもめちゃめちゃ大好きで、オタク、私が高見菜さんのオタクしてた時めちゃめちゃオタクしてた時に、高見菜さんいらっしゃって、その方のブログめちゃめちゃ読むのが好きで毎日読んでました。ブログっていいですよね。なんか今の時代って SNS に文章を書くのってあんまり、文章だけでなんか見せるってあんまりないじゃないですか。やっぱ写真とかがメインになるのが多いからこそ、なんだろう、文章の良さがブログでまた伝わったらいいなって思います。半分はネタですけどそんないいことは書いてないんですよ。私も全然いいこと書いてないし、真面目じゃないし真面目なねブログとかじゃないんですけど、あんまり、ね、文章力とかもないけど、語彙力も全然ないけどね。ハテナブログっていうブログを書いてたんですけど、なんかレポ的な握手会レポみたいな、レポを密かにね、読者登録数1みたいな1みたいなブログをね書いてたんですけど、うん、感じする。あ、もうないよ、私のブログ、そのオタクしてた時のブログはもう消しました消したのでないですサイコさん登録者数 1の方、あ、サイコさん、確かにサイコさんだね。面白いブログ全然書いてないよその辺にいそうな、わあ楽しかったみたいなこと書いてないよ消しちゃった。ミクシー、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 ハテナブログも復活させましょうダメ元で検索したら絶対出てこないようゆうしい。だって多分小学生とかだよ。小学生もったかもしれない。中学生ぐらいかな。中学生ぐらい、ま、多分、多分中学生パパパラパパパラ。アクシルっぽ、個人的な話もあるから内容難しい。でも私はすごい、なんだろう、普通のオタクだったので、大した会話はしてないですね。大した会話はしてないです、アイドルさんと。普通に私が一方的に、可愛いですって言ってるような、ただの、可愛い、可愛いっていうオタクだったので、そんな大した内容は書いてないです。本当に大した内容は書いてないんです。サウンド全額また花のとこ行くね、ありがとうございます。
生の時みんなブログ書かなかった？書いてない？書いてない？書いてないか。そんな昔ってほどでもない。ないんか。そうね。10年も経ってないからね。多分。小学生の時はそんなに握手会は行ってなかったかな。中学生の時にめちゃめちゃ行った。咳した瞬間音出る皮肉、皮肉だそれは。でしたので楽しかったです。そう、多分そんな感じ。握手レポって難しい。難しいのか難しいか。私は普通のオタクだったからな。僕が小学生の時はブログない。日記とかにさ、日記書かなかった。日記は書かない。手帳に日記書いてた人。日記は書いてない。日記は書いてない。ブログ始めたのは2011年。なんか思い出遡れるからいいよね。すぐ見れるし。ネットがなかった。そんな文明が発達してなかった。ごめんなさい。ワイランの時は日記だった。もう日記書いてた。パソコンに巡り合っていません。裏サイトとかが貼られてたのかな。なるほどね。交換日記とかみんなやってました。交換日記めちゃめちゃ流行ってたんですよ、私の時代。ずっとやってた交換日記。中学生の時先生とやってた。パソコン通信はやってたよ。チャットみたいな、ネットチャット的な感じかな。書いたけど3日ですぐ挫折した。早い。なんかブログ書くときってなんかその思い出とかがあったときに書けばいいと思う。なんか自分だけで楽しむのがいいと思うし、なんか人に見られるのって恥ずかしくないですか。恥ずかしいからなんか自分だけで楽しめばいいのかなって思う。恥ずかしいよね。Tがおしゃれチーズの、どんなのだろう。暗食食べたい私。握手デビューは高1。握手デビューは初めて行ったのがソーロングの全国握手会。友達いなかった。友達はいて小学生の時交換日記してた。あ、一緒だ。女子と交換日記とかそんなやつオタクにはもらう。男子同士じゃしないか。交換日記書かされてた系ね。プロフィール帳めちゃめちゃ流行ったね。プロフィール帳最終的に私手作りで書いてた。その時3人みんなで回し合った。いいね、そういうのも。あ、この間までこの時間にさよならって言ってたのに。本当だ、おかしい。サスピンもメガネつけてる。それ AI のリンナとなんとかで話したことある。話したことある。 AI リンナさん。今いるしね。もうすごい時代だよ。おしまいがいれば友達はいらん。友達も大事。友達も大事で、友達も大事だけど、まあ強く言えられるよ、ちょっと。もしかしたら花ちゃんに会ってたかも。本当？埼玉県の人間。 JK
JK 懐かしくない？ JK 懐かしいかな。まだそんなに懐かしさは感じないかな。握手からのも同じオタクやね。握手会とかなんか久しぶりに行ってみたいなってちょっと思ったりはしますね、やっぱり。でもなんか今キャラリーのサイト開いたら私変えるかな。ちょっと自分変えるか自信ない。教室の机に書いた、ここに入れてた。なるほどね、賢いね。昔ゲームしながらどうしてたな、ボイスじゃなくて文字でね。今はボイスがさ主流になってきたから、ね、何人とでも電話できるようになったし、すごいことだよ。キャラアニのサイト最近リニューアルしたよ。それを見たんですよ。それを見たので私ちょっと今帰るか自信ない。サスピの握手券買っていくしかない。そうね、帰るかな。何時段階で売り切れちゃうの。早くハニヤと握手したい。待ってるね。誰の握手がいいのかな。やっぱりでも指原さんじゃない？クラブだと誰と握手したい？何その迷う質問。誰だろう。誰と握手したい？でもみんな気になるよね。選べないですよ。選べないよ。こんなでゆるゆる配信してきましたが、そろそろ1時間経ったので今日はこの辺でいただきたいと思います。ありがとうございました。皆さんがさ、バースデーコンサートやるんですけど、ちょうど行けないので残念。じゃあ順位を、壇上の皆さんの順位を読ませていただきたいと思います。1位ニュータン、2位ガンちゃんさん、3位リーチモンジさん、4位マイクさん、5位がペキ男さん、6位がベニーさん、7位がレオサムさん、8位が台湾のボーダーさん、9位がヤマさん、10位がキム兄さん、11位が神谷さん、12位がミサちゃん、13位がトッキーさん。ありがとうございます。明日には音が治っていることを願って、さあ今日は皆さん眠りにつきましょう。お付き合いいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。諦めないで、諦めない、チョキ出すの早い。8.7 割ファットナイム、ありがとう、ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。こんな音声もよくわからない配信に来てくださって感謝しかありません。お仕事、学校、その他もろもろ頑張ってね。一緒に頑張りましょう。花丸じゃんけんないの？花丸じゃんけんの時間です。花丸じゃんけんじゃないね。じゃけんじゃんけんじゃんけんポン。
グダグダ感すごい。皆さん、おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。おやすみ。3、2、1、バン。